こんにちは、レイトプロジェクトライダーの神保健一です。今回は僕の使ってるギアを紹介したいと思います。まず板はノベンバーのデザイア147cm、 はい、グラフィックは猫、はい、ソールはこんな感じ、ブラックでシンプルですね。はい、で続いてバインディング、フラックスの DS、 はい、これ来年30周年なんで30周年アニバーサリー、木目調です。はい、続いてブーツもフラックスです。 TX レース紐です。はい、でここ赤いの見えますかね、この赤いの、外側が2度立って内側が低い、これパウカントっていうものです。これ足乗せた時に自然と足が内側に入るので膝が入れやすいものです。はい、続いてこのバインディングのディスク、これプレートピアっていうチタンプレートを入れてます。はい、であとこのゴーグル、これダイス、はい、すごい黄色目立つでしょ、これダイスのゴーグル、ハイローラーっていうモデルです。はい、他にもいろいろあるんですけれども、まあこういったギアを使っていつも楽しくスノーボードしてます。じゃあちょっと詳しく板の方を紹介していきたいと思います。まずですね、このデザイア来年フルモデルチェンジしてます。はい、何が変わったか、はい、お伝えしますね。まず一つ目、ここのノーズとテールの、まあ、形状、ここです、特にここですね、ここの部分が前まではもっとこのスイッチバックのラインに合わせて手前の方からカーブを描いてたんですけど、来期モデルからもう少しこのエッジが延長されて、そこからきつくカーブがなっていくっていうような形状に変わりました。これ何がいいかっていうと、エッジを立てた時、フリーランしてる時にエッジを立てた時にエッジが先にいつもより早く噛むんですよね。立てた時にエッジが噛むからラン性能が上がってます。はい、ラン性能が上がってると、まずトリック出す時、仕掛ける時、まあ安定したランから繰り出すトリック絶対決まりますよ。で、さらに着地した後、やっぱりすぐに噛んでくれるんで安定した着地も得られる、それがいいところですね。はい、じゃあ2つ目、変更点ありますよ。実はノーズとテールの、先端をですね、3ミリずつ、それぞれ3ミリずつカットしました。はい、3ミリずつカットしたことによって、まあ、まず板が軽量に軽くなってます。はい、でさらにやっぱりこの軽さっていうのは感じるんですよね。特に空中で、要はスイングウェイトが軽くなってます。はい、なので高回転とかね、よりやりやすくなってますね。回しやすい、いつもよりワン回れちゃうかもしれません。はい、で最後に、3つ目、変更点、メンズモデル 156cm っていうのが新たに追加されました。今まではサイズ展開147、150、152、154っていうサイズ展開だったんですけど、新たに156、背の身長の高い人、に、向けた、サイズが来期から登場しました。すいません、背の高い人お待たせしました。ぜひデザイアの 156cm 乗ってみてください。はい、まあ、あと一応変更点というか、グラファイトソールになってます。はい、なのでとっても走ります。はい、この板すごく走るんで、もう滑りがだいぶ変わりますよ。気持ちいいです。はい、滑っててラン性能も上がって滑走性能も上がり、スイングウェイトも軽くなり、
い、いいことずくめのデザイア、来期どうでしょうか。フラックス、フラックスの DS、 はい、これもフルモデルチェンジしてます。はい、 DS30 周年ということでフルモデルチェンジしてるんですけど、あ、これもじゃあ何が変わったかちょっとご紹介したいなと思います。まずですね、ここのヒールのところのここゴムの素材見てもらえますか。今まではここゴムの素材じゃないんですよ。まあゴムではないんですけど、ちょっとクッション性のある、少しクッション性のあるちょっと固めのものですね。今まではこのバインのところが、まあ、このままベースになってたのが、ここに1枚かませてあります。こっちと内側と外側と、はい、ここが変わることによって、まあ DS の、まあ、ヒール側の、まあ、反応を、まあ程よく、まあ、グラトリのこの細かなエッジコントロールとか、なんかすごくクイックすぎず、遅すぎず、程よい、まあ反応スピードっていうのをもたらしてくれてます。なので僕は結構このヒールのエッジ立てた時の感覚大事にしてるんですけど、まあこれは結構僕好きですね。はい、でもう一つちょっと変わったところがあるんですけど、ちょっとこれバインの裏側なんですよね。ちょっとここを見ればわかるかな。はい、ここわかりますかね、この蜂の巣状になってるこの肉抜き。実はこのこの底の部分が今までは、まあ、これが表裏逆だったんですよね。下の板側の方にこの蜂の巣状になって肉抜きされていたのが、今度逆、表側にあの蜂の巣状になりました。っていうのはこれ逆に言うと、板についてる側はもうベターっと実はついてるんですよ。それによってもうしっかりと足の力を板に伝えてくれる、そんな形に改良されました。これはね、本当に足はめた瞬間、あ、結構板に近いなっていうか、操作しやすいなっていう感覚が感じられました。なのでやっぱりグラトリの細かな動きっていうのに非常に対応したものになっているのかなと思います。はいですね、まあ変更点まだまだいろいろあるんですけれども、まあ、DS、 来期の DS 非常に注目ですね。はい、このグラフィックもねとってもかっこいいと思います。この木目調、これカラーとしてはチームっていうカラーですね。はい、これかっこいいんですよ。はい、これ結構どんな板でも合うのかなと思います。はい、やっぱりあれですね、プレートピア、まずプレートピアの、まあ、プロモデルですね。さっきゴールド、僕のモデルは金色って言ったんですけど、それプラスこのステッカー、まあ、なんと健一ジンボ、これ黒表なんですけどね、この黒表のデザイン、まあ、僕のイメージということで、デザイナーさんにお願いして作ってもらったものです。とてもかっこいいんです。これがなんと購入した人にはついてきます。はい、でプレートピアはチタンディスクということで、やっぱり板に力を伝える伝導性すごく優れてると思います。まあ、プレートピア自体はフラックスとドレイクとユニオンの3ブランド、が今対応機種にはなってるんですけれども、まあ、チタンってすっごい硬いんですよ。すごい硬い金属使われているので、まあ、しっかりとこのベースプレートのしっかりとこの板に対して体の力を伝えてくれる、ところがいいところだと思ってます。で、さらに、まあ、軽い、普通の付属のプレートよりもディスクよりも軽いと、それはもう滑ってても感じられます。はい、あとですね、
反応がやっぱりちょっとポップな感じで返ってきますね。オーリーとかノーリーとか弾いた時にポンってなんかいつもよりちょっと高さが出ます。はい、なので、まあ、半永久的にプレートピア使えるので、ぜひね、早めに買ってもらえれば長く使えます。ぜひ使ってみてもらいたいと思います。はい、ギア紹介こんなところですかね。はい、やっぱり今道具とても進化してますので、まあ自分に合ったレベルのものを選んでいただいて、その参考になればいいなと思います。ぜひ僕の、使ってるギアをですねチェックしてみてください。はい、それではまたお会いしましょう。バイ。